はい、こんにちはこんにちは英語の達人養成事務師範大のしんとコーチのさやですよろしくお願いします今日のテーマはこちらですはいえ何を優先すればいいえ文法会話といくこれはよく聞かれる質問じゃないですかうん私もあのよく相談の中でね受ける質問ですうん 信者さんも英語学習する中で結構こういうので悩んだことあるんじゃないですか。そうですね。なんか英語の世界って、この文法と会話ってそもそも違うと思われてるのと、うん、あのトイックの点数でいい点取るのと、会話力ってまた違うっていうふうに思われてますよね。うん,うん、うん、まあ確かにね、一理あります。それはね、あのジャンルが多少違うっていうのはあるんですが、まあ違うがゆえにですね、あの、やっぱ得意不得意あるんですよ <laughs> ね。トイックの問題集をカリカリ解くのが好きで。 まあそっちが好きですもうそこに時間使いたいですって人もいれば、うん、でもやっぱり会話できるようになりたいよだから会話やんなきゃいけないよでもやる気ないよとかね、まあ、大体会話が好きな人はトイック嫌いだったり、うん、文法嫌いだったりするんですけどね。そうですね、うん、なんか私もよく相談でいただくのが会社のねこう昇進要件はトイックでは難点が必要なんだけど、うん、でも現場でこう話す英語力って。 会話力っていうのはなんか今すぐ必要みたいなね、うん、なんか両方ともこう緊急的に必要なんだけどなんかどっちも一緒にはできないよとかねあとはなんかこう文法はあんま好きじゃなくて会話は好きなんだけども、うん、いやこれでいいのかなみたいなねこう悩んでらっしゃる方結構いらっしゃいます。そうですよね、うん これをね、両方やるって結構しんどいと思うんですよ。<laughs> うん、で、えーまあ、僕自身のじゃ体験談をお話しすると <laughs>、えー、僕はですね、まず性格的にあの一点集中型なんですね。<laughs> なので、幅広くマルチにやるっていうタイプではないので、えー、最初は本当会話しか興味なかったので、えー、会話だけやってました。で文法大嫌い。トイックも全然興味ない。もうテストなんかね、いい点取れても、えー、会話で喋らなきゃ意味ないやいって思ってたのが最初の1年間でしたね。<laughs> うん で最初の1年間はもう会話だけに特化するために英会話スクールに週1回通ってでさらに、ね、外国人の集まるバーに週3回通ってでさらにそこでできた友達を誘って週末にドライブに連れていくみたいなね<ー>でそれ週ねさらに4回じゃないですかもう週5日とか会話するでも本当に会話に集中って感じですね。そうですね で会話だけをやり続けるって感じで、うん、まあ当然ですね通ってた英会話スクールの先生とかには文法も大事だよ文法やりなさいとか言われてたんですけどまあ拒んでましたね。なるほど。<laughs> でまあ1年間ひたすら会話やった結果思ったように喋れるようにならない、うん、まあ場の雰囲気には慣れたんですけども自分の言葉で言いたいことを組み立てて喋ることができないっていうすごいもどかしさを感じて。 でそこで初めてああやっぱ文法やんなきゃダメなんだっていうふうな感じになってでもこのまま行くのはもう嫌だもう嫌だっていうねもうなんかねあ,のある意味諦めというか、うん、もうこのまま行ってもダメだなっていうふうに自分の中で腑に落ちた時から文法やり始めたっていう感じでですすそこ、うん、そこからやり始めたんですねそうです。 そしたらですね意外に文法面白くて<ー>、うん、でこれはですね今自分の中の実は得意項目になっちゃったんですよ文法がねでそれはやっぱりでも最初から文法やってたら多分やっぱり僕お勉強スタイルがあんま好きじゃないので多分挫折してたんじゃないかなと思うんですよ、うん、会話を最初1年間やって遠回りしたっていう部分があったからこそ今ね、えー、その後文法に集中できたっていうのがあると思います ちなみに TOEIC もそうですね。TOEIC の僕勉強し始めたのって、えっ、ー、とね、TOEIC でね、700点超えてからですね。正確に言うとね、870点超えたあたりから、TOEIC の、まあ、いわゆるその戦略、TOEIC 戦略みたいのをちゃんと学び始めたのは TOEIC、うんえー、が870超えてからです。えぇ、そんなに後だったんですね。そうですね。でもそれまではぶっちゃけ、まあ本当の素の英語力で、 い、えー、けたっていう感じなのでーまあ、ト e i クに関してはねよくねあの小手先のテクニックを教えるスクールとかもたくさんあると思いますしまあそれがねすごくね需要があることも分かっているんですがあのそれをやんなくても会話力だけでも上がるってことはちょ自分の体験談からも分かってます、うん、で他の周りの生徒さんなんか見てても大してト e i ク興味ないけどあの会話力あるから点数上がっちゃったって人も結構いるのでうん、うん、まあ必ずしもねあのそのトイック のテクニックをやらなければいけないというわけでもないかなと<う>もちろん有効ですけどね <laughs> あのある程度ゲームに慣れるってことは大事なので、うん じゃあまああの英会話の会話力とトイックを切り離して考えなくてもいいってことなんですかね。そうですね。まあ会話の練習というかまあ会話っていうのもね音読ですかね。うんうん、音読のトレーニングとか瞬間作文トレーニングがトイックの点数につながってるって思いながらやるっていうのが一番大事かな。なるほど、うん。もちろん僕がやってる時にはそこが繋がってるとはあんま思ってなかったですけど、今思うと明らかに繋がってたなというところですね。 ただこれはあくまであの、まあ、英語学習者としての体験談から導き出したものなんですが、うん、これをコーチング的な視点で見た場合はまたちょっと違う見解になるんでしょうかね。はい、そうですねあの、うん、こういう相談をいただいた時にまず私が気になるのは、うん、えあなたがその英語学習に対してどう思ってるのかっていうことなんですよね。例えばばつ両方英語学習をやらなければ文法も、うん えー、会話もトイックも全部頑張らなければ英語力は伸びないって思ってるのとか、うんうん、なんかすごく完璧主義になってるとか、うんうん、あとは。 片方だけけやろうと思うととと思中途半端はいけないいなななことだみたいなねんかそういうことを思ってるからなんかもう3つの中からこう選べないとか全部やろうと思うんだけどわ全部続くかなって思うとちょっと尻込みしちゃうみたいな気持ちが出てくるんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、そのなんか一歩出ないこの気持ちは一体どこから出てくるのかっていうのを聞きます。あお なので、もしなんかそこで迷っていて、あなたがね、こう、深夜みたいにこう一点集中でやろうみたいな感じでなけれ、ないとしたら。うん、ええ、それを止めてるのは一体何なのかっていうことを聞いてみてほしいんですよね。あ,<ー>あなたが英語学習に対して、どんなこう眼鏡をかけてるのか。 これ、うん、視点って言うんですけども、どんな視点で英語学習を見てるのかっていうのを見ていくといいと思います。それって結構英語学習に限らず、まあ、人生全体の見方にそうです。繋がってくる。はい。うん、こんな風にどれかを選ばなければならない。っていう時は、うん、大体そのこう文法。 えー、会話トイックっていうカードがもう目の前にあって、こんな近距離で見てるみたいな感じなんですよね。うん、どれかを選ぶ以外に選択肢はないみたいなね、うん、感じになっちゃってることが多いんですよ。うんうん、で、そういう時ってどうしてもこうなんかこう視野が狭くなりがちなんですよね。うん、なので、まあそんな風に選択肢に何か迷った時というのはちょっとこうねあのその 選択肢からこう離れてみるっていうのが大事なんですよね。<ー>うん、例えばえ将来あなたがこう英語を使って活躍をしているところをちょっと想像してみてください。うんうん、なんか外国人の人と何ですかねなんかこう通訳をしてなんか観光の案内をしているのか、うんうん、あとはなんかこう、えー、英語を使ってその海外に取引先の人とこうねこういう画面を使ってこうなんかやり取りをしているとか、うんうん、なんかそのところを想像してほしいんですよね。うんうん でその時のあなただったらその選択肢を見てどんなアドバイスをするでしょうか、うんうん、これをやった方がいいよっていうのかそれとも全部少しずつ進めてったらいいよっていうのか全部完璧にやらなくてもいいんじゃないっていうのか、うん、多分ちょっと違うと思うんですよね今のこの目の前でこうやってるねあなたとはねうん、うんまあ、こんなようにですねあとはなんかもう選択肢をこう手放しちゃうとどんな感じがするとかね <お>この3つとも一旦ポーポンってねやっちゃうとどんな感じがしますかね。うん、もうなんにもしないってどれもやらないみたいな。でちょっと極端なのやってみると面白いと思います。うーんうん ああちょっとそんなのドキドキしちゃうって感じですけど、まあ、そういうふうにやってみると意外となんかもっとリラックスしてもやってもいいんじゃないみたいなね感じが出てきたりとか結構そういういの,、ねうん、のであの面白きればねもうね体とかねちょっと動かしてもらってリラックスしてやってもらうとこう歩いたりとかね、まあ、そういう時にこう考えてもらうとあのすごくおすすめです。う,ーんうん どうしてもこう座ってきっちりやってこうねあのどれをやろうとかって思うと、うん、いつもとやっぱり変わらなくなっちゃうので、まあ、ちょっと外散歩しに行くとかねなんか違うところに行った時にあのふとねさっきの質問あの、えー、こう自分ってその英語学習どんな風に見てるのかな違う自分で見たらどんな風に変わるかなっていうのを考えてみるといいんじゃないかなと思います。うんあとと結構僕思うのは遠回りししたたくくなないいかか失敗 っていいうマインドが働いてるのかななとと思思ってそそうですすねそれはあると思います、うん、なんかやったことがむちょっとでも無駄になったら嫌だみたいな、うん、そうですね <laughs> 確かに、うんあのね、3つや、ね、いろんなことやっても出したんだけどちょっとでも中途半端になったらもうやってないのと一緒だとかね、うんうん、なんかそう一個や道を決めてやり始めたんだけど結局なんか他のやつも必要だったって思うのが嫌だとかね、うんうん、あると思います。 で大体なんかね、あの僕の経験上だと、例えば文法にコミットして頑張るじゃないですか。うん、そうするとなんか会話で、 あのうまくいかないシーンとかが出てきて、うん、それに対してなんかね外野が言ってくることがあるんですよああ文法だけやってみたいなそうそんな文法だけやっても会話しゃべれるようになんないじゃんみたいなことを周りの人が言ってくるみたいな、ね、お<ー> <laughs> なるほどこれって結構よくあるんですよねあとなんかねあのここら辺にコミットしてやったら今度はトイックなんてなんですかっていきなり聞かれたりだとか <laughs> 今までそんなこと聞かれてなかったのにえええー、えやっぱトイックやった方がいいのかなみたいなねなるほどうん そういうの関ことに関してはどう対処すればいいですかね。結構心揺らぐと思うんですよ。ああ、そうですよね。うん、でも大体そういうふうに他の人が言ってることって実は自分の心の中で思っていることなんですよね。ああ、大便してるってこところですか。大便してるってことですね。うん,うん。まあでそういうふうに言われたときに。 気にににしななければ別に自分の中にないんですよ、ね、なんか例え言われたとしても、うん、あやんなきゃいけないとかね、うん、トイック勉強しなかったから、まあ、なんか恥ずかしかったみたいなのとかが別に何も起こらなくてあ別にあのトイックは点数はあの私まあ今のところは気にしてないんですよみたいな感じでねさらっと流せるようであれば別に問題があるわけじゃなくて、うん、こう言われたことが問題なんじゃなくてそれによってあなたのなんか、ね、こう心が揺れたのかどうなのかっていうのが言、ね、え、うん、るかどうかっていうのは結構問題なんですよね。うんうん そうですよ、ねうん、でまあ結局自分の中である程度その自分のスタンスっていうのがちょっとはっきりしてるかどうかによって変わってくるんですかねやっぱね。一旦選んだらねなんかこう自分はこれを選んだんだからっていうところでねそういう自分に OK を出してあげてほしいなと思います。正解はないんでね,そうですねぶっちゃけ。うんうん やっぱり会話力が上がる人って文法力があるので、うん、まあ例えばね学校ですごく勉強文法頑張ったけど全然身になってませんとか言う人いるんですけどそういう人がね会話始めるとめちゃめちゃ上達したりとかするので<ー>あの全然その下地が無駄になってると僕の目には見えないんですよ。であと逆にねその文法力があるとそのトイックの点数も上がりやすかったりとかするんですけど本人は文法を頑張ったことをなんか悔やんでるというか、うん、もっと会話の練習すればよかったあの頃みたいなね、うん、なそういう人とかもいますね。なるほどうん、うん はい。ということで、今回はですね、えー、何を優先すればいいということでね、えー、文法なのか、会話なのか、ト e ックなのかっていうね、まあ、よくあるお悩み相談でね、うん、えお伝えしました。はい、えもう一度お伝えすると、僕自身の体験からの感覚としては、まあ、自分が今一番やりたいことを、まずはやってみたらいいんじゃないっていうのがまあ僕の視点。うん、そして、 コーチさの視点としては、はい、コーチングの視点としては、まあ、その選択肢からちょっと離れてみようっていうそういう自分から見て何を選ぶかっていうのを大事にしてもらいたいなと思います。はい。はい 一番もったいないなと思うのはそうなかなか選べなくて何もできない時間がずっと続いてしまうっていうのが一番もったいないかなというふうに思います。あ迷っている時間がだけで過ぎちゃうそうなんですよねうんで。そういうふうにずっと続けば続くほどこう自分のことを結構責めてしまいがちになるというかね行動できない自分を責めてしまうっていうのはやっぱりねもったいないかなと思います。う,ーんうん なので師範大深夜のこういう具体例を聞いて選んでもいいですし、まあ、自分なりの道を選んでもいいかなと思います。うん、でやってみたら、まあ、周りの人がいろいろ言うかもしれないですけども、まあ、これはあなたの正解をねあなた自身が選んだと思って自信を持って進んでもらえたらなと思います。はい、でもしねあの心が由来で、うん、え誰かにこのこと話したいと思ったらね、うん、コーチさやのマツーマンセッションを受けていただければ、はいねえー、何でも聞いてくれますんで多分人に話して聞いてもらって ででそそれをそれをだけでもスッキリするっていうのはありますすしそうですね,ねあとさやはもうねたくさんの英語学習者の方々をカウンセリングしてますので、まあ、その視点から何かいい言葉が出てくるかもしれませんしねはいそうだと思います。うん、あのなかなかこうじむ一人でやってるとどうしても視点とかもね凝り固まってしまってなんかねあのさっき言ってた質問をしてもいや同じ答えしか出ませんみたいな,なんか全部やっぱりやらなきゃいけない気がしますみたいなことになりがちなので、うんまあ、よかったら私と一緒にねこう体を使いながら一緒にやっていけたらなと思います。うん さやのコーチングセッションの詳細はですね、この動画の下の概要欄に書いてありますので、そちらをチェックしてみてください。はい。では以上です。また次回お会いしましょう。Thank you for watching.See you later. スマホやタブレットでご覧いただいている場合は、この動画の右下の逆三角形のマークを押していただくと、こんな感じで下に説明欄が出てきます。いろんな情報が載っていますので、よかったらチェックしてみてください。